こんにちは、佐久間かりんです。今日は、お久しぶりの一人飲みをやっていきたいと思います。ということで、私は今幡ヶ谷に来ているんですけど、今日はビストロハヤトに来ました。はい、早速今日のメニューをチェックします。じゃーん、もう見るからに美味しそうだし、ちょっと久しぶりに来たのでメニューがだいぶ変わってますね。わー、何食べよう。迷います。え、映していいですか？え、もちろん。え、これでいいよ。はい、ハヤトさんでーす。よろしくお願いします。お願いします。あ、はい、お願いします。いつも私が頼んでるなんか赤ワインとブドウジュースでしたっけ？ブドウジュースを割る？はい、割ってもらいます。これはマスト。迷うわ。来ました。じゃあ、乾杯。あ、普通に食べてくれる。そう、いいですか？はい、もちろん。すいません。ヤリイカ、ヤリイカのバジルソテーと、馬肉のタルタル、はい、とトリッパ。トリッパ、え、これゴルゴンゾーラ感結構強いですか？うん、ちょっと強いか。薄くもできる。あ、そう、薄め、結構薄めがいいです。はい、最近全然飲んでなかったので、酔っ払いそうです。お父さんはまずずっと腕組んでて、あの、何も言わない。耳が来るんですよ。もうこれが美味しすぎて、ゴルゴンゾーラをね、少なめにしてもらったので、ゴルゴンゾーラが苦手な私でもすごく美味しく食べれました。もう生ハムと柿とチーズがマッチして、ワインが進みます。これはおかわりしたいなってくらい、はい、美味しい至福のひとときでした。いつもこの飲み動画の編集してる時めっちゃお腹すくんですよね。もう今ハヤトに今から行っちゃいたいくらいお腹が空いてます。ハヤト中毒です。一人飲みは何回かやったことあるけど、ワインの一人飲みはやったことがなくて、今日が初めてです。ワインめっちゃ酔うから、なんか飲む。今はじゃないです。違う。で、なんてお店？おかわりお願いしていいですか？はい。もうちょい甘い。うん、全然大丈夫です。あ、美味しすぎた。私がさっき頼んだトリッパがマジで美味しすぎて、あれがあるとめっちゃ飲んじゃうんです。エビ、ありがとうございます。はーい。だから私のここハヤトに来た時のルーティーンが、このワインとブドウジュース割りを、まあ、数杯飲んでワインに変えていくみたいな感じです。で、前に来た時はショーと2人で7本ボトル開けたんで、あの、冷水状態でした。そう、最近本当にお酒飲まなくなって、っていうか飲む機会が減ったのかな。だからあんま飲んでなかったんですけど、まあ、今日は久しぶりの一人飲みということで、まあ、絶対3杯は飲みたいなって思ってます。本当はもっと行きたいんだけど若干日和ってます。それでちょっと待って、この馬肉のタルタルがめっちゃ美味しいんですよ。もうこのね、赤ワインと相性が良すぎて進む。今年ももう終わっちゃうけど、そのなんか振り返りしてくれた。
いろいろある年でしたね。結婚式もしたし、新婚旅行も行けたし、仕事も、まあ、皆さんのおかげで順調にやらせてもらって、プライベートも満喫できたし。オイル固まったわ。オイル固まった。確かにまた嫌いそうな顔でオイル。いい2024年を過ごさせてもらいました。と言ってもまだ今年も1ヶ月半ほどあるんですけど、年始にもねお知らせがあったりとか、まあ年内にもお知らせがまだまだありますので楽しみにしててください。あ、ちょっと酔いそうです。うわ、なんかイカの匂いです。めっちゃ美味しそう。ちゃんと見てたの。そう、見てました。喋ってたんだ。カリちゃん、俺と喋り言ってご飯で美味しい。え？このヤリイカのバジルソテーも本当美味しくて、まあ、これはね白ワインにするべきでしたね。まあ、でも全然赤ワインでも美味しかったんですけど、あーもうこれお腹が空いちゃう。一人飲みやっぱいいですね。私人が好きなので一人の時間あんま好きじゃないけど、一人飲みは好きだなって思った。全部めちゃくちゃ美味しいです。本当やばい。あれはボリューム大丈夫ですか。ちょうどいいです。あとフリッパ、はい、フリッパはマスト、マスト、はい、全部美味しい。ワンちゃんかわいすぎるな。やばいです。あれやばいでしょ絶対に。うん、ショウが今日一緒に迎えに来るから。ショウが最近めっちゃ面白いから、うん、ご飯あげないといけないから帰れないじゃん。うん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 。これとか何日か前で人間みたいな。授業中の疲れたよね。もう疲れ果てて。はい、かわいいライを拝みながら赤ワインのジュース割りはこの辺にしておきましょう。ヤリイカも完食です。ハヤトさん、はい、赤ワインでします。赤ワイン普通ので。お酒めっちゃ飲むんですか。ショートめっちゃ一回7本ぐらい開けて。あー、聞いたでももう冷水。2人で。一人で行ったら一人はもう死にます。多分救急車2人で行ったらやばい。私可愛い。ありがとうございます。全然持ってっちゃう。あ、やった。ちょっと軽めな、可愛い。お、可愛い。大好物です。念願のトリッパです。いただきます。あ、もう思い出しますね味を。美味しい。もうこれはもしハヤトに来る機会があったら絶対に頼んでほしいです。噛み続けたトリッパの旨味と赤ワインがもうめちゃくちゃマッチするので、はい、ぜひ赤ワインと一緒にご堪能ください。やっぱりね、私は食べることと飲むことが好きだなって思います。こう疲れた後とかね、特に食で発散したくなるし、ワインとか日本酒が無性に飲みたくなります。食べれるうちに食べて、飲めるうちに飲む、これが私のモットーです。鴨肉とポルチーニリゾット追加で、デザートも絶対食べたいです。デザートは OK。 4種、美味しそう。初めてなのが多い今日。そう、もうね、秋だから。で、メニュー始まったのがさ、多分12月とかさ、そっからだから、まだ秋経験してない。なるほど。私のなんか、埼玉の地元の友達がいるんですけど、女の子4人で仲良くして、がめっちゃ臭いって言ってます。だから多分近々予約すると思います。4名で一緒に来ます。みんなお酒好きでめっちゃ行きたいって言ってた。よく飲む。飲みます。ライン見して。
しょうべいは飛んでる。ライン見せて。別になんか最近ソファーの下に隠れるんですよ。で今隠れて出てこないで。チーズリゾットとハモ肉だったら赤ですか。うん、赤の方が。いやでも全然白でも。いや赤にしよう。はい。えもう割らなくても。あ、もうそのまんまで。確かに最初のカリンさんと比べたら飲んでない、ね、はい、今日飲んでない。もちろん飲んでないけど、でも本当に最近飲んでなくて、そもそも飲んでない、はい、だからなんか2杯目ぐらいのまだ割ってる時ぐらいで、あ、これやばいかも、なりました。ショーに LINE 送りましたもんね。あ、やばいこれ今日。でも冷めて、冷めてきた、はい、冷めるのすごいんですよ。冷めた。カモに結構合う、うん、まあキノコでも全然合う。イエーイ、やっぱ撮ってて思いました。楽しい。これはなんで年一化してしまったんだろう。いや、私年内か年始にももう一回一人飲みさせてもらおうかなと思います。このリゾットの中にも入ってるんだけど、はい、上に乗ってるやつがちょっと味濃いめっていうか、ご飯と一緒に食べるみたいな。なるほど、オッケーです。はーい、リゾット、いただきます。上に乗ってるキノコめっちゃ美味しいです。本当にポルチーニのソテーと中は一緒にお米と炊いたやつ。やばい、美味しすぎ。あのポルチーニ、うん、大盛りとかにしたいぐらい。大盛りにする。全然いける。めちゃくちゃ美味しい。いろいろコンビニ9000円。ありがとうございます。ちょっと少なめに。蒸し穴、それはブランドの名前。じゃーん、鴨肉もマストです。頼まなかったことはない。もうね、赤ワインとの相性これもめっちゃいいんですよ。美味しいの。次の日何にもなかったらもう一回赤ワインのブドウジュース割りを頼んで、で赤ワインにしてみたいなルーティンを一生やってたいですね。だからハヤトでは食べて飲んで食べて飲んでを一生してるので、気づいたら時間が過ぎてます。ハヤトさん、デザート行きます。はい、お願いします。もうほぼフルコース。はい。最高、超美味しい。結構お腹溜まったでしょ。そう、でもこれ一杯行きたいですけどね、本当は。おかわり。本当に、はい、すごいな。めっちゃ好きなんですよ、トリッパ。ここのトリッパがめっちゃ好き。イエーイ、スタート。いただきます。めっちゃ美味しいです。美味しい。うま。甘すぎ。甘さも大丈夫、うん、ちょうどいいです。めちゃくちゃ美味しい。この洋梨のコンポートのクリームチーズ添えも美味しすぎて、なんかね、デザートにちょうどいいって感じでした。重くなくてあっさりしてて、甘さも若干控えめかな。甘すぎない感じがもうワインとの相性も良くて、最後一気しましたね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、久しぶりの一人飲み最高でした。満腹です。ということで帰ります。